皆さんこんばんは。安本宏樹です。アーカイブ限定のおまけ意気込みパートを撮ってます。本日もゲストセールスメーンが来ておりますが、その前にちょっとメールいきシしょう。ヒ、え、ゲ、ー、酒場 D。えー、あの最近めっちゃ送ってくっから、いや、今週は読まねえよとか言って結構避ける時もあるんですけど、今日はね、言いたい、いいお題をくれました。しょうがない、読もう。えー、安本さんの好きなアニメやゲームの SE 効果音は何ですかこれさ、俺結構疑問に思うから、あえて言うんだけど、あのメタルギアソリッドのさ、 敵に見つかった時からフェーンターの頭にビックリマーク出るやつあんじゃん。あれってユーチューブとかですごいフリー素材のごとく使われてるけどいいの大丈夫なのそのなあれって。なんかそこをすごくね疑問に思ってあのフェーンを聞くために思ってます。あのメタルギアのビックリマークが出るフェーンがまず好きです。あとはえっ、ー、とねいろいろあるんだけど俺が一番好きでやっぱ衝撃的だ鉄拳2ですね。すごい昔の鉄拳2の吉光が自分であの下 パンチキックの何か同時におっしゃったかなであの切腹する技があるんですけどあの切腹する技をやった時はピッチュって音が好きです。<laughs> あのピッチュってなるんでねその音がすごい好きです。フェーンとピッチューが好きです。さあ行きましょう。<laughs> それだけ結果プレゼンツ休む時に我々のせいやも各国から本編をお楽しみください。 月経感プレゼンツ安本弘樹の笑われるセールスマン（カッコカリ）皆さんこんばんは安本弘樹です。この番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり、関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながら、さまざまな A N G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組です。本日も田村厚さんが来てくれとおりますが、その前にメールキャッシュウ、えー。こちらもモモのハンドクリーム。 えー、安野さんこんばんは。ネットフリックスにてバースタード第二期地獄の人ンコ編まあね地獄の人ンコ編が配信スタートしましたねと本日のゲストも出て出てますよ。一、えー、期からえ発表されてるよな。 出てます大丈夫です一気からさらに派手になった映像や次々に登場する新キャラなど出てる発表されてるよな大丈夫シン <laughs> <laughs>、えー、キャラなどで引き込まれる要素が満載で15話まで一気に見てしまいましたと一気見してしまいましたパワフルかつ皆の保護者であるガラ様も変わらずかっこよかったですが、えー、私の2期のお気に入りはマカパインです安本さんのお気に入りキャラいますか、まあ、僕もマカパインですこれいろんな取材で言ってますけどこれをね福山潤さんをキャスティングした人は俺天才だと思います もううまあ楽しそうに現場でやってましたよあの人の真骨頂ぐらいやってましたねツッコミとかテンポのいい大声とかねまあ面白い本当ね最初出てきた時はかっこいい正統派かなと思ったんですけど途中からの面白ツっコケツッコミキャラですかねマカパインっていうのは愛,せ愛すべきキャラなんでぜひそこも見てほしいですねであとこの間ゲストで来てくれた遠山の房坊もとてもいいキャラで出ておりますシーラ姫で出ておりますの、ね、でそちらも見てくださいもう一個一個えー冗談カレル えー、安本さんこんばんこばは先日ロックバンドミスタービッグの最後の日本ツアーが終わり日本でのミスタービッグの歴史が終わりましたそうですね、えー、私は再結成そうかそうか,か再結成後からのファンなので安本さんと比べるとひよこのにわかいなにはそんなことねえよそんなことねえよ、ー、高校時代に洋楽好きの仲間から「おいやベバンドいるぞポールとビリーが電気ドリルで演奏する姿を <laughs> そうなんだよ、ねえー、ドリルであのピックをドリルの周りにつけてグーッと回したのでこう、ね、弦を引くっていう大技があるんですけど えー、ポールとビリーが元気取りで演奏する姿を武道館ライブの DVD に見せられたのを今でも思い出します私よりも長い人生を歩んでいる安本さんは好きなバンドやグループの解散は何度も目にしていると思いますが私にとっては青春を共にしたミスタービッグが最後を迎えるのは今でもなかなか整理がつかず3分ですが送らせていただきます、まあ、ミスタービッグというのは俺らの世代は、ね、みんな特に男子校のやつらみんな触れたんじゃないかなっていうぐらい。 なんかちょうどバンドブームが起きたんだけどバンドムーブームの後に一部の,その何メンタル童貞たち俺たちみたいなあのなんかそのバンドムームだったりその日本語のやつが本当はかっこいいし素敵なのにいや俺たち、そんな邦楽のロックとか聞かねえしマジでとか言うイキってるやつがいきってるやつは一回洋楽のロッ,ク行くんですよロックとメタルに行くんですよ。 そんな中で比較的、ビビッグビスタビックってポップだったんですね、すごい聞きやすい、アメリカンロックのど真ん中みたいな感じで、そのど,ど真ん中の中に、ポール・ギルバートっていうのと、ビリジーハンっていう、ポール・ギルバートっていうギタリストが、とてつもないギタリストなんですよ、もともとレーサー X ってバンドにいたんですけど、早引きの化け物みたいな人で。 でその人がドリル使って演奏したりとか、でビリー・シーンもうビリシーンっていう人もいるけど、もうあの指弾きのベースだと世界最速なんじゃねえのぐらいの弾き方をすごいしてて、タッピングでロロロロ,ロ,ロとかいうベースをやったりする化け物ノじみたテクニシャンだったんですねで。そこにエリック・マーチンの声が入ってるとかで、すっごいいいバンドだったんですね。トゥ・ビリズ・ユーとか世界的に大ヒットした曲もあるんですけど、それが解散したりとか再結成してまた来るって言うので、ちょっと嬉しかったりもするんですけど、まあね、年齢的なものもあるしね、いつか終わりは来てしまうんですよ。来てしまうけど、 もしあなたが最後の姿を目に焼き付けることができたんだったらそれでいいと思いますよいっぱいね解散なんか見てきたしいつの間にか終わっちゃったりする文化者とバンドとかも見てるけどねいつなくなっちゃうかわかんないから今楽しめるのは目いっぱい楽しんでくださいお願いいたしますさあさあさあお客さんが待ってるから行きますよでは最後までお付き合いお願いしますこの番組はニジスタ月景館の提供でお送りします月景館プレゼンツ安本博之の 笑われるセールスマンかっこ借り気をつけようね、怖い話を今しておましたさあ皆さんこんばんは安本裕樹ですそして今回のゲストセールスマンは先週に引き続きこちらの方はい、皆さんこんばんは田村敦史ですよろしくお願いしますさあ今週も月化過ザシャーッとで乾杯しましょうお手元準備はいいですかはいせーのよいしょいい音じゃあ本日もよろしくお願いします乾杯あ、うめえ えー、今日はザショットツヤメクリッチ本上像を手にトークしていきましょう。本日はここで月経会よりリキャップできて手に取りやすい少量サイズ、日本酒が好きな人も普段から飲まない人も気軽に楽しむことができる日本酒、うん、ザショットの紹介です。うん、中でも今週はシリーズ全4種のうちの1つ、金のラベルのツヤメクリッチ本上像をご紹介。こちらはバナナやマンゴーのような甘くツヤメク香りと果実味あふれる濃厚なテイストの日本酒です。いつもと違うテンションで読んだら噛みそうになりました。<laughs> えー、ここからミニコーナー終わらせるだけでしょう。 南下質問に一つお答えいただきます。まずは玉野さんもねちょこちょこお酒を飲むということですから、はい、お酒のお酒で楽しかったエピソードあります？そうです。僕飲むとだいたい楽しい方に行く人なんですよ、うん。君が楽しくなるのね。そうです。周りが誰かが楽しいって、君がまず楽しいの、ね。まず僕が楽しいです。でもそれはいいことですよ。あのヘラヘラします。<laughs> はい。なんか笑い上手っていうほどでもなく <laughs>。 何が楽ししいいかかわんなけどヘラヘララてる <laughs> <laughs> そう僕ずっとヘラヘラしちゃってでそこからもうちょっと進んでいくとうん、うん、今度はその、まあ、例えば安本さん先輩ん敬語使うみたいなのがあったとしてもそこがだんだん忘れ去られていくんですよねだからもうあのプロデューサーさん監督さんとかいてもはい、はい、だんだんタメ口みたいになっちゃうんですよ。そそういう人いい人ますねのの口具合も えー、そうなんだ分かる分かるみたいな結構やば,やばいやばいやばいワンチャン舐められてるみたいなやばいやばいホンヘラヘラしたんで、ね、<laughs> 結構こっち側の方に危ないで。<laughs> そして最終的にそのまあテンションがヒュンってこうなってすってこううわ大変だ <laughs> <laughs> みたいなテンションになって何も全部覚えてます 何か朝まで行く時とか全然朝まで行くんですけどうん、うん、なんか一回僕静かを挟んでるんでそこで休憩があるんですよ。なんで朝のなんか、まあ、3時ぐらいとかに「皆さん,なんかちょっとお疲れですけど」みたいな。 どうしましまたみたいな「おいおいお前」みたいな「お前さっきまでおいおいおい」みたいになる <laughs> っていうのが実際ありました一回その途中であのヘラヘラモードになってるところは、はい、あのその時はあまり覚えてない覚えてますそれもちゃんと覚えてる全部覚えてます全部覚えててでそれであちゃってなるんだでその後日ちゃんと謝りました ちょっとと失失礼礼なことを言いいまました大変失礼いたしましたたたでも飲みの席だからな訳は言う人もいねえだろうけど <laughs> そうなんでまあちょっと許してくれそうこの人は多分許してくれそう年を取れば取るほどそういうところで変に失礼じゃないけどテンションが上がって、うん、そういうしない、うん、フランクになっていくのは年を取ればたるほどおもろくて許せるまあそうですかベロベロになった花井君とか「あいひろき」って言われること言ってる <laughs> <laughs> 周りが一瞬ざわってなるけど <laughs> ただその時に行かんのが行っていいんだと思ったら全員が言い始めるだだ <laughs>、OK、だもんもおもおろろいいいいいいからいいんだけど俺の。 あれ？かなりみんなあひろきって記憶、江口とか花井くんとどひろきって言ってるの別にちょっとそこ面白いな、全然いいんだけど、俺の生き方としてちょっと舐められてるぐらいがちょうどいいっていうのがあるからまあいいんだけどおもろい、それをみんなが笑ってくれるのがいいそれを笑わないで怒っちゃう人とかたまにいていや違うんだあれプロレスだからさその人で俺ちょっと説明しなきゃいけないって、なんか逆の説明するみたいな、俺が一応ひろきとあんなひろきだって一応言い返すのよネタで怒っちゃいんだけどそれ見てちょっと失礼だよみたいなこと、いや違う あのあの「これはあの違うんですよあのあの怒ってないんですよ」って説明するからつ <laughs> い時があるからいやでもね花井君もちゃんとその安本さんだからっていうのがね彼はね懐に飛び込み方がめっちゃうまいからここはいけるって思ったら俺と波川さんのは懐入ってボクボク殴って俺と波川さんはどこまで殴ってでもいいと思ってくから <laughs> 実際いいんだけどいいなそういうのもいやでもそういう先輩ありがたいですねだねで大体羽根君は記憶がないっていうねこれまるしきとはまた違うそう忘れる方がね本人は気持ちいいんですよそこは確かに全部覚えちゃってますからね僕はねやらかしたのはまあでもそれでギリやらかしてないからまあセーフなんですよ許してくれてますからそう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 楽しいですね皆さんも楽しくお酒を飲んでくださいはいさあ次いきましょうか続いて個人的におすすめなものもセレシスしてもらう慌わせランケットを書いてもらったと「ポケモンスリープ」ポケモンスリープ はあのちょっと前に配信され,たこれってさ俺配信されてない人が俺自身は投入してないんでなぜなら俺不眠症だからあんまり使えないと思って何が分かるのこれえっとそれでで眠るんですよ、うん、そうすると、まあ、寝てる人間っていうのは、まあ、ちょっと、うん、みたいな息が入ったり、うん、寝言を言ったりあとはこう寝返りを言って動いたり動きとか音とかを感知して今その人が眠りがどのくらいの深さかっていうのを。 判定してくれるんですよねで朝起きて見てみると「今日の睡眠はどれぐらいの質だったよ」っていうのとかを教えてくれますへえそ,そうですねなんかあとはその眠る時間の目安を決め,さ決めさせられるって言ったらあれですけどお前この辺にもう寝た方がいいぞっていうアナウンスが来ます通知が。 その例えば12時0時に設定したらその30分前の11時30分に「おいも,<う>もちょい寝る時間だぞ」ってって「歯磨け」っつってそうなんですよへえ<ー>だからえっ、ー、とプラスマイナス30分ずつの間に寝るとちょっとしたボーナスアイテムくるんですよはあなるほどそうなんですだから、はあ もう寝なきゃかなという気にさせられますよ。お,お子さん寝かすのにか,お,かお母さん使ったりしてそうだね。はい、さそうですよね。うん、ボーナスもらえるからもう寝なきゃよって言われて。うんうんねね、なるほどね。そうなんです。これ俺はやってないんだけど、リスカー会とかやってるので、うん、なんかこういうで音声聞こえるってさじゃん。はい。で寝てる音声聞かしてもらったら。うん。<laughs> うん、っていうネキが入っててお前ない時間からかで会ってるのっつって司教かなんかいたの横につっつていや何も,何もいないですってなんか、うん、っていうネキがこぼれてきててめっちゃ面白かったそうですでも本当根ごといっぱい取れて、うん、寝言言行ってたいや僕つまんないことに行ってなくてあ<ー>たまど、うんうん、って言ってた、はあ、<laughs> あんまりそれも激しさがないね。はあ 回答の方がちょっと思い激しめでした。いや、そそういうのもでも楽しみな一つですね。どれだけ取れてるか。うん、回答ちんちん触られてる、何これってみんなで言ってた。それ、ひで聞いてて、誰もいないですよ。ってもっともっと健全なアプリです、皆さん。そんなアプリじゃない。もっと楽しみのあるアプリで。いや、楽しんでます。ポケモンも育てられます。その喉が、うたくさん寝ることでポケモンも育つみたいな。なるほどね。カビゴン以外も育つんだ。カビゴン以外も育ちます。なるほど、なるほど。皆さんね、健全、僕らも健全使ってますから。ただ、そういう風に聞こえちゃってから、回答大丈夫って心配しただけですから。なるほど。 なんか変な例ついてない？大丈夫って心配したてるです、ね。<laughs> うなされてんのかな？じゃあ次スプラトゥーン。もまだ、あ、あなたもスプライカの人ですか？イカの人僕はワンからのイカの人なんですけど。じゃあ結構なじゃもう子さんイカだね。かなりやってましてでまあちょっといまだにやり続けてずっと同じことを何年もやってるんですけどだから結局はでもあのまだ続けられますね。最初って VU か？VU です。VU <か>なんであのマップがそのた チパッドのついたコントローラーでっかいコントローラーにあってあれでこう触ってそこに攻撃みたいなあのそういう技もあったんですよ,よ、ね、しかもあれジャイロ入ってるからあのコントローラーごと振ったりとかして,やって、ね、し,かしてましたねしでそれがスイッチになって2まず、あ、同じくスイッチで3でそれもコントローラージャイロで傾けながらやるんですけどまあちょっと操作感はあの1の時とは違うんですけどそうはい、まあ、でもいまだにその新武器とか新マップとかが出続けてますしあの大会みたいなものとかもあったりしてそういう大会とか出ちゃうぜなの いや僕は出てないんですけどでも一緒に遊んでた人で出てた人はいます。えーすごい。はいなんか一時期スプラトゥーンのなんか集まりがあるんだけど参加するみたいに言われて。えー、えっつってあじゃあ混ぜてよつっつたらなんかライングループ五十人ぐらいいて。わー。 はい、で僕ら声優とかゲーム会社の方とか,んなんかバンドマンとか、まあ、いろんなスプラの人たちがいたんだただの主婦とか <laughs> あまあもう何でもありだ <laughs> 何でもありみたいになってうグループがでその中にはなんかすごい人もいましたこの武器で月間ランキング日本一の人とかもいました なだっけ、青井翔太翔太と山下がす山下だけやってる人だな。あ,あ、そうなんですね。ええ、うん、じゃ、政教官も多分やってる人いると思いますよ。ね、面白いですよ、またに。そして、ストレッチ。これは、あの、健康維持的なものですか。いや、もう、もう、だめです、やんないと。か、家庭ですか。<laughs> 家庭です。<laughs> これ、己でやってるのなんかストレッチに通ってんの。いや、通ったりもしたんですけど、ちょっと通い続けるのも、また難しいなと思って、うん、わざわざ予約してとか、なんで最近は家で頑張るようにしてるんですけど。<ら>いや、だって僕も、イエスモスさんとお会いしてから10、うん、十、ね。十何年も経ってますから。うんうん、もうね、体がやんなきゃ、ダメです。ストレッチポールとか、ちゃんと使うの。あ、持ってます。なんか、ストレッチポールとか、あと、なんか、あの、テニスボールみたいな。あい、は,は,は,はい、はい。とか。 いろいろ駆使して肩の肩甲骨剥がしをして剥がしみたいなやつを自分でできるやつとかを YouTube とかで動画とか撮まあいっぱい出てくんでこれまあハマってるもんねちゃんとヨガマット敷くの敷きます敷くんだやっぱストレッチやる人ちゃんと敷くよねあれ何モチベが上がるの何なのえいかやりにくいのシンプルに例えば膝つくポーズみたいなやったら痛いなとかもありますしあとなんかやっぱそういうちょっと道具を揃えるとやる気はやっぱモチベの2にもつながりますね えピラティスみたいいななのやんはピラティスは調べたことあるんですけど女性がなんかやっぱメインユーザーっていうかターゲットになってるんで通ってみようって言うと女性限定女性限定とかもいま,あまあ未だにちょっと多いので男性どうなんだろうな何をするのが一番いいんだろうね体に本当はどうなんでしょう俺はもう元もこもねえこと言われたのが、うん、一番いいのは走るんだよって言われて <laughs> やだなと思ってやってない <laughs> 走るもねやってた時期もあとホットヨガも行った時期あります すごいもうなもうまるのうちみたいになってるんじゃない <laughs> そう？ホットヨガも行ったんですけどどうでしたかホ,ホットでしたか <laughs> えいやホットですめちゃくちゃホットですいやでも僕ちょっとあれ間違えたんです<ら>ホットヨガって、うん、そのちょっとサ弱いサウナみたいなあったかいところに行って、うん、体をその柔軟性を高めた状態でさらにストレッチをする場所だと思ったんですよまあそういうイメージをなんですけど意外とヨガのポーズって筋トレなんですよね。 ランチャーううのポーズってこう腕を例えば水平に真横にして30秒キープとかでやってるのってそれ腕を上げる筋肉を使ってる筋トレなんで通い始めてからあれこれはストレッチではないぞってうことに気づき筋トレはしたくなかったの いやいいんですけど筋トレはしたいんですけど筋トレだったらジムに行けばいいなと思う中で体を柔らかくする柔軟性が欲しかったねていう意味では通ってみてからここは違うぞと思って1か月ぐらいでやめましたなるほど結果今はストレッチに落ち着いてると落ち着いてます一応できる限りは毎日やるようにお風呂上がりとかに開脚ちゃんとガチッと開くの 全然開けます。<laughs> <laughs> 開脚は弱いんですよ。ぜ前後は柔るかいの。の前後の方やる。あ、すごいな。一番柔らかかった時、手のひらつくぐらいは。うん、俺逆なんだ。足は俺、今でもめちゃくちゃ開く、柔道やってたからさ。あ、なるほど。足はめちゃくちゃ開くんだけど。前後っていうか、こ、あの。 開脚した後に腰が入んなくて前に行くのに腰が後ろに行っちゃうね。起き上がちゃんとちゃんとね九十度起き上がるみたいなのがいいですね。それはやんなきゃいけないのがなんかもうだらしない生活してこう寝っでこう日々生活したらこっち腰がそっちに行かなくなっちゃって。声優あるあるです。みんなやっぱちょっと内側になっちゃう。寝っあれ良くないよね。だからそれちゃってるの？いやそれもあります。左右差台本を持つ手がなんとなく片側左に持つ人多いですけど。それはねむちゃくちゃだよみんな。むちゃくちゃですよね。みんな無茶苦茶。本当に。 俺も先生に言ってお,おどうしたって言われ、で左側で台本持って叫ぶときってひだ逆,逆に左側にぐってこう曲がるんだよ。 あなるほどまあ、皆さん、ありますよね,いろいろねそうすると背筋がむちゃくちゃな左右差で,<ー>で俺自身も俺それ気をつけて両手で持つように一生懸命やってたけどただそれがなかなか家事、ね、が家事ゆきが右、はい、すんげえ叫ぶ仕事多いじゃん T シャツの時背中をめちゃくちゃこっち筋肉ついてるよそたらえそうですかって気づいてなかったみたいで筋肉 <laughs> で分かるからい外から見てもムッキムキなんで <laughs> 片方だけへえ。 なそれでなんか気をつけるようにしたとか言ってたし僕もなんか背骨が若干右に傾いてるって言われましたねん筋トレなんじゃないですかだって左右さとろとろえるんだったらなんですか、ね、<laughs> あでもなんかその柔らかくするのと本当は鍛えるのを同時並行でしっかりやっていくのがやっぱり一番いいその姿勢を維持する筋肉プランクとかやるんじゃないか分かんないけどまあっっけど。プランクも多分大事だと思いますやってる やって。<laughs> ストレッチだけなんだよ、ね。もうストレッチ全振りなんだね。今は。まあ、そういう時期でかな。<laughs> なるほど、ね。一回柔らかくして。<laughs> 一回柔ら, <laughs> 柔らかくして。え、<laughs> <laughs> これどれくらい続けてんの?。これでも。ええー、どんくらいでも結構やっ。 てますよ年単位ただやっぱちょっとこう今日疲れたない時間ないなっていう人がサボっちゃったりするので毎日はやれてなかったり時間が取れない日とかもあるんででもそれだけやってるのはすごいな続くのすごいなだからんかマッサージとか行くとあっそれやってるからまだこの程度で済んでるんですねみたいなことはありますねるよねそして日傘まあこれは最近メンズ日傘は増えてきましたね日傘はちょっとまだでも増えてきたとはいえあんまり見かけないので 普段のなんか照れと言いますかまあねあるよねそうあったりはするんですけどもう特に今年の夏は、うん、いやわかるよ刺した方が絶対に楽ならわかるけどでなんかねこれやっぱりの男の子はダメだねいや,いや男が日傘なんてと思っちゃうんだやっぱどっかいや僕もちょっと思ってます、うん、どっかではでもえ、うん、ーって言いながら岡本信彦が日傘さして歩いててあ大丈夫なんだってちょっと思ったあ僕も岡本君と二人で日傘さして歩いた <laughs> <laughs> ブ,ーブがあーこれあった楽ですよ岡岡本かあったのかな岡本んんそなななかかの大丈夫かな <laughs> でも確かにちょっと増えてきてますしあとその黒から白に最近買い替えたんですよ。 あんか黒の方はやっぱ気持ち的に差しやすいけど黒,そうだ、ね、黒はあっちい,いなと思って、うん、まあ見た感じのあなんか,厚苦しさはあるかな白に買い替えたらまあ涼しいです。あ反射すやっぱ色が違うだけでも でも中は黒いんじゃないの。中は黒いんですけど、やっぱその外側の白が大事です。うん、やっぱ熱吸収するの,黒の方が。黒傘自体を触った時の温度が全然違う。あすなるほどね。全然違います、本当に。日傘か試して、なんかね、立花慎之助も日傘いいよって、なんかお勧めしてくれたんだけど。踏み切れてない。 買いましょう。今年は歴史上最高に暑かった七月。俺一日一万歩歩くようにしてんだけど。結構ビルの影か影忍者みたいに歩いてるから。なんとか日傘なしでも今やる、やってるんだけど。え、どこどこ歩けますから。忍者にならなくても。ささささってこう。やい、やばい。横断歩道渡んなきゃいけない、死ぬと思いながら。ない、多分昼間とかないですから影も。 太陽丸めんの時確かにね傘ないとダメです。ささささってこう。差しましょう。もう日陰から日陰を忍者のごとく言ってなんとか一日一番バ歩いてんだけど。忍者卒業して日傘でいいですよ。そうか。今年こそは。買いますよ。買いましょう。まあまあ確かにみんなが言うと思いますけど。それともう一個韓流ドラマ。韓流ドラマはまあ今好きなの？いやなんか昔それこそ入ってた時とかにあんまり見てなかった。 たんですよねでそれを改めていろいろ流行ってるものとかを、うん、愛の不時着とかみたいなところを改めてこう一つずつ見始めたらもうなんて面白いんだっていうのに遅れて気づきました世間からだいぶ遅れて気づきました <laughs> この言い方すると語弊があるかもしれないけど漫画っぽいよねかすごいドラマチックだよね結構少女漫画っぽい作りの作品とかも多かったりなんか演出とかも例えば、うん なんかときめいた瞬間とかにこうほっぺ赤くなってキラキラキラって入るみたいな。本当に少女漫画みたいなものが入ったりするのがなんか。自分にとってはこれまで日本のドラマとかではなかったんで、なんか新鮮でそう。面白くて今いろいろなものをこう見てますね。何が一番？ まあ、コロナ禍から韓、ね、流ドラマブー,ームって再現したりもしてたけど、うん、何か最近見た中でハマってるやつありますか、えー、ちょっと前みたいなのだとウヨンウ弁護士っていうウヨンウっていう自閉症の女の子が。うんうんうん まあ弁護士として働き始めるっていう話なんですけどちょっとその会話になんがあったりとかはあるものの頭がものすごくよくてで実際にあの弁護士としてもあの他の人が気づけないこととかに気づいたり頭の回転もものすごく速いんで優秀でで,でまあなんで実際に裁判になってしまうと「君何を言ってるんだい?」みたいなこととかが生じてはしまったりするものの,その周りの人が助けてくれたりとかしながらなんか。 実際にそこに馴染んでいく、うん、そして、まあ、馴染めずに衝突が中で生まれてしまったりみたいなところ、まあ、あとはシンプルに裁判ものとしての作りがいいんんだそうなんですよ非常に面白くてだ、うん、かその裁判ものとしても見れるしヒューマンドラマとしても面白くて。あと可愛い,いの 可愛い,いです。<laughs> 大事だよな。可愛い,いで <laughs> か可愛入口可愛い,いもうなんだろう怒られるかもしれないけど入り口可愛い,いやっぱ見ちゃうんだよな。それはね大事ですね。うん、なるほどねちょっと興味を僕も持ちました、ね、皆さんもねぜひ興味があって見ていただきたいなと思います。す以上笑せアンケートでした。では番組を聞いてくれているリスナーからのメールにも行きましょう。はい。え何話のシンカーさん。ありがとうございます。 安さん田村さんこんばんはこんばんは田村さんが前回出演した時には A3 のボードゲームやってましたよね、うん、お二人ともボードゲームが好きで有名ですが今ハマっているものおすすめのボードゲームあれば教えてくださいいやんだろうな今いやでもなんかちょっとコロナ禍を挟んでしまった結果、うん、やっぱ人と一緒にやる機会がちょっとだいぶ僕は減っちゃいましたね、うん、俺ねオンラインのマダミスとかやるよ ボードゲームといっていいのかどうか僕もオンラインのやりましたよくできてるよね最近のはゲームアスがプロというかその作ってる人がやってくれてああスムーズにやるし BGM とかも出してくれたりとかめっちゃ楽しかったこんな楽しいのオンラインってそこまではすごいですね会って対人でしかやったことがなかったからオンラインでやってこんなに面白いんだと思ったねいいですねあとそれに近いまだミスリではないけど謎解き系のでやろうと思ってやれてないのがイグジットっていうシリーズがあって人生で一回 しかできない。要は紙とか破ったりしなきゃいけないから。れそれやったことないす、ね。何個か、ね。びくじったとタイムストーリーズってのがあるんだけど、ははははそれはやろうやろうと思って積んでるっていうのを今思い出しました。<ー> <laughs> いやでも僕もやっぱこの中とかにはなんか4人で謎解きみたいなのをやってでキットみたいなのがこう売られてたりするじゃないですか。ねうんうん、でまあ要は A さんが解いた謎を で出てきた答えを B さんに伝えないと B さんの謎が解けないみたいなだ電話でそうと Zoom ん、うん、みたいなのをないでやるんですけどここから先はお互いに映像,を使,わ、ね、映像を使わない音だけで表現しろとかみたいなのがあったりして、ね、所要時間が1時間半ぐらいのやつよったんですよ。 めちゃくちゃその出て三時間くらいしまし <laughs> <laughs> そうなんだ。結局解けなくて自分たちで勝手に延長すでやっかな。自由時代ですね。本当はね、あのお店とか行くと時間が制限時間もちろんねあったりするんですけど、でも面白いですよね。でもまたコロナ禍になってたのが少し解放されて、なんだっけリアルダイスゲームがまたホテル使ったやつとかもやってたりとかして、ちょっとまた楽しそうなのがあるから、そう,ね、そういうのもいいし、あとね簡単なので。 この間、俺があのイベントごとの学割とか持ってってやったりするんだけど、うんうん、えゾンカマってゲームがあって、あら僕タイトルだけは知ってる。それねあの、うん、全然あの有名じゃなかったっけど、かまいたちさんがやってるサイン地方でやってるかまいたちの起きてって番組で扱ってて、勝ちを決めるゲームじゃなくて負けを決めるゲームなのね。三、はあ、枚カードがあって一枚取って一枚切ってて三枚揃えたら揃えた人がこっそりみんなが気づいてるうちにパタンと手前に倒すの。の なるほどそれでそれに気づいた人はみんな順序に倒して一番最後に倒した人が負けっていうゲームなんだけどこれがおもろい <laughs> もうじゃあこういう会話とかしながらそうそうだからあそうだよねでもさって言いながらあとその人が積もってその積ものカードを確認して目線ずれた瞬間倒すとか <laughs> ああなるほどなるほど 面だからもう誰がどこで立つかもギラギラの目で集中力切れた人けしかもすごい簡単だから4人とか5人とかそれぐらいの時にちょっとやってみるみたいなしかもトランプぐらいのサイズだし割とねおすすめゾンカマを Amazon とかで買えますんでこれとてもおすすめでいろんな人におすすめしてと

サウジから音声だけデータで送ればいいじゃないって言われるかもしれない。<laughs> いや、クリスチャーノ・ロナウド見れるわよって言われるかもしれない。<laughs> ちょっとね、今ね、サッカーのね、うめちゃくちゃみんなっちゃってるから、ね、見確しかに見れるな。え、断る前提なのいや、俺、断んないかな。 断なないかなも変だなも断るとしたらいや私は日本から離れられないよ仕事から日本でやらなければならない仕事が多いんだっていうかなう<ー>僕もまあでも本当に声優っていうのはこうやってみんなで集まってでも私と結婚したら「あなたいきなり五兆手に入るわよ」って言われる「五兆よ」ってお小遣い五兆よって言われる お小遣い5丁かあ <laughs> 掃除さんじゃねえんだ、うん、お小遣いお小遣い5丁か分かんない俺ちょっとあの石油王のスケール分かってないんだけど <laughs> 僕には僕には5丁の使い方は分からないや、うんじゃあ2丁って、えー、減るのいやでもねやっぱ声優っていうものの素晴らしさを伝えてこうみんなで収録するっていうことのこう素晴らしさを伝えて。 それでお断りする声優の田丸篤氏が好きなんじゃないの田丸篤氏という人間が好きなのあと5兆あるわよ<ー> <laughs> そうか僕僕そのものを認めてくれるのか <laughs> 5兆 <laughs> なんだよ5兆って <laughs> えー、石油城っていいいですね,ねいるのかな石油場って聞いたことはないですけど、ね、石油王の,の娘さんとかいるだろうねあまあまあ確かに、うん、すげえなううもうとんでもないことになってんだろうな<ー>ドバイとかにいるんでしょ有名にいるいやいるんだとじゃ実際そういう方はいらっしゃるんだと思いますけども、ね、一人ぐらい友達になって5兆とは言わねえから5億ぐらいくれねえかな あくくくくれれれねえかかかなななななないいいいいっってっすてて配そうでよお,お土産みたいな感じくくれる人もしかしたら,だら向,こうで向こうでアニメを放送してファンですっていう方が出てきたらワンチャンありますよ。 向こううで作りましょうなるほどじゃあ、うん、サウジに行くからまずサウジ UAE ドバイに行くところから始めないとだね安野さんに最初に行っていただいて、うん、向こうで人脈を築いていただいて <laughs> 向こうにもスタジオとか作るの俺ドバイスタジオ作るの作ってもらって <laughs> で出資も取り付けていただいてどそこから日本にアニメを持ってくる。 そうですね、じゃあ石油王ファミリーのね友達がいる人いたらぜひねちょっとあのもしあの行ったら家族写真を送ってくださ、ね、<laughs> いねいつもたし家族写真送ってくださいか雰囲気変わったねって <laughs> すごいひげ蓄えるようになったねって言われるから <laughs> 口げ蓄えるようになったねあそっさんあと色白だったらね焼けたねやっぱりって言われるかもしれない <laughs>、ね、何かあるかもしれませんが皆さんメありがとうございましたこれからお待ちしてます 月間プレゼンツ、安本ひろの笑わ,われるセールスマン、過去借り、エンディングの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきのあさは郵便番号一零五の八千二文化放送、月間プレゼンツ、安本ひろの笑わ,われるセールスマン、過去借りまで、メールの場合は ws.atomac.jocu.net までお願いします。そして番組公式 X も稼働中です。えー、フォローしてください、えー。感想はポストするときは数字ジ慣れねえな。数字をューたッシュタグ笑わせる、感じの笑うにカタカナでセルをつけてください。ハッたュはそのままでいいんだね。えー、また YouTube 二次スタチャンネルでのアーカイブ 配信もあります。ディレクターズカット版としてたっぷりお届けしておりますので、チェックしてみてください。というわけで、玉野さん改めて告知などお願いします。はい、テレビアニメ7つの魔剣が支配する現在放送中でございます。うん、毎週金曜日24時30分からです。よろしくお願いします。そして。はい ツイッターの方を青い鳥のねツイッターの方やっておりますのでぜひぜひねあの仕事情報など配信しておりますよろしくお願いいたしますお願いいたしますあとそうだ思い出した私と田村さんあの結合男子でゲームも出てますのでそちらもね気を向いたらひょっこりアプリ版の方も配信されましたよろしくお願いいたしますそれではこの番組のお相手は安本樹と田村敦史でしたお疲れ様でしたこの番組は虹スタ 月経館の提供でお送りしました。